世界初の保存鉄道であるイギリスのタリスリン、鉄道高千穂アマテラス鉄道、グランドスーパーカートオーストラリアのプフィング、ビリールエールウェイ、メンフィスで保存される、モトポルトの路面電車ノースヨークシャームーアズ鉄道のゴースランド駅は、映画ハリーポッターシリーズの撮影に用いられた。保存鉄道は、過去の鉄道路線を復活させもしくは継承して、運行されている、鉄道路線で、 観光施設として運行される鉄道のことである。主に運営はボランティアで行われる。日本においては、路線そのものを復活、継承する場合ではなく、個々の車両の動体保存や生態保存を行っている場合であってもこの用語が使われることがある。これらについては、各項目を参照のこと。保存鉄道は、世界各国にあるが、特にイギリス国内に多く、 イギリス全土で100を超える保存鉄道がある。日本では保存鉄道化を目指す団体はあり、またごく限られた範囲での動態保存をする団体、施設はあるものの、これまで路線を運行するまでには至っていなかったが、高千穂天照ラス鉄道は、旧高千穂鉄道高千穂線の内子駅1 2 4トルという長い路線を第一種鉄道事業者として運用する計画であり、 2020年現在、公園内の遊具という形で、高千穂駅高千穂鉄橋間約5 1トルを運行しており、日本で初めての競技の保存鉄道となった。ただし、使用車両は、高千穂鉄道及び既存の鉄道、軌道で実際に使用されていったものではなく、ピンクと白を主体とすると色で2005年の高千穂、鉄道営業休止時点における、 普通列車用車両をデフォルメしたような外観ではあるものの完全な心臓車である。保存鉄道とは一般的な営業路線として運営されていた鉄道路線について路線の廃止が決まった場合やすでに路線が廃止された場合にボランティアによってその路線の運行を引き継ぎもしくはその路線を復活させ運行している鉄道路線のことである。 主にボランティアによる運行を行っている点で、廃止路線を地元自治体などが引き継いで運行する場合とは異なる。保存鉄道の規模は、それぞれの鉄道により、様々である。イギリスのいくつかの成功した保存鉄道、セバーンバレーレールウェイやノースヨークシャームーアズ鉄道などは、5から6台もしくはそれ以上の機関車が稼働し、毎日4本の列車を運行している。 グレートセントラル鉄道は、伏線で付設されている、本線角の路線を保存する唯一の例で、繁忙期には1日あたり50本以上の列車を運行することができる。他方で小規模な保存鉄道では1台の蒸気機関車のみにより、夏季に7日程度の運行にとどまるところもある。保存鉄道に携わる人は、その多くがボランティアである。 運行に必要な資金の寄付のみならず、運転や整備、車掌業務などの運行に必要な業務に、普段は医師、大学教授、弁護士といった職に就く者が携わっていることも少なくない。例えば、機関車、トーマスシリーズの原作者である、ウィルバート・オードリー・ボクも、保存鉄道に熱心に関与していたことで知られ、いくつかの作品を保存鉄道のために執筆し、 また作中にも自身が関わっていたウェールズにあるタリスリン鉄道を登場させている。多くの路線は通常の鉄道路線との直通運転はなく、工場的には運行されず、またエンターテイメント料金として通常の鉄道よりも高い運賃が設定される。その結果、保存鉄道は主として旅行。 観光目的に用いられることが重視され、地域輸送機関としては重視されない。もっとも、イギリスにおいては1990年代以降に、いくつかの保存鉄道が、地域輸送機関を提供するために走行機関を向上化し始めている。その恒例は、ウェルシハイランド鉄道で、運行を通年化し、観光客向けの蒸気機関車が牽引する列車の、 運行のみならず、地域輸送用に、ディーゼル機関車が牽引する列車を運行している。ウェンズリーデールレールウェイやウィアーデールレールウェイは、部分的に観光用の保存鉄道として、残りは地域輸送機関として運行されている。さらに、いくつかの保存鉄道の路線では、現在定期の貨物列車を運行しており、オーストラリアのパッフィンビリー鉄道では保存以前の、 定期列車よりも運行が多くなっている。また、アメリカのサンフランシスコ市営鉄道の F ラインは、大都市の住民の足となっている珍しい例である。一般的な保存鉄道は、蒸気機関車の時代を演出するため、蒸気機関車と古風な客車を使用する。もっとも、いくつかの鉄道は、ポスト蒸気機関車時代を再現するため、モダンなディーゼル車両や電車を使用している。 完全にボランティアにより走る世界初の保存鉄道は、戦術のオードリー牧師も関わっていたタリスリン鉄道である。1951年にファンの団体によって再開された、このナローゲージの路線は、鉄道の保存運動の始まりとされる。現在はイギリス国内には100を超える保存鉄道があるが、これらの路線の多くは、ビーチングワックス下で1960年代に、 廃止された多くのローカル線のうちの一部である。これらは比較的復活させやすかった。世界で2番目のかつ最初のイギリス国外の保存鉄道はオーストラリアのパフィンビリー鉄道である。この鉄道は 24km の路線を1898年に製造された当時の客車を用いて運行している。例えば DVD みんなの鉄道ボリュームに大井川鉄道本線保存鉄道のパイオニアマイナスという作品では保存鉄道に胴体保存を含めまた全国保存鉄道 ISBN 978から4から53から301972から2では生態保存車両なども扱っているパイブックス世界の絶景鉄道パイインターナショナル2016年14ページ ISBN 978から4から756248336。イギリス鉄道の旅。ISBN 978から4から47から80万5131から33章。ありがとうございます。